て家に置いてきて、やっぱり参加らしいんですよ。直接？いや、7時から8時だったので、はいはい、多分7時で合わせる。いや、みんな来れるからさ、撮ってもらってる。すげえ。ピンスロって新しいっすよね。そうですね、バイクでやってる人があんまりいないんで。ないですよね、しかも紫で、周りが黒で、そうっす。で、途中グレーのこの細いライン入れていただいて。いや、すごいな、ピンストは新しいな。これハーレーとかのアメリカの文化なんで。はいはい。その文化を、自分大きいバイクも乗ってるんですけど。あ、そうなんですか、はい、そっちにも書いてもらってるんで。新しい。こういうのが好きなんですよね。いや、かっこいい。車にも書いてもらっとったんで。おお、もうめちゃめちゃピンスト好きの、はい、ピンストが好きなんですよね。名古屋でね、さすがに僕シグナスたまに見かけますけど、グリファスが結構多いイメージがあったんですけど。しかも豊かチャンネルのね、ステッカー。しかもこれタンクも紫に塗ってません？タンクは紫に塗ってますよね。タンク紫で、僕と一緒じゃないですか。そうそうそう、全く一緒の仕様じゃないですか。タンク紫で、ここファン紫にしたんで、ピンストを紫。ほお、はい、あ、ファンも紫にしたんですね、はい、あ、ファンの色を紫にしてるんですね。そうそうそう、へえ、すごい。いや、嬉しいですね。こう全然他府県でも豊かチャンネルステッカー貼っていただいてるっていうのがもうめちゃめちゃ嬉しいですね。マジですごいな、ピンストがえげつない4型車両ですね。いや、かっこいい。なんですか、はい、で、また足していくんですか。足していくっす、足していくっす。次はもうこの辺とか。そうですね、まあ、この辺でもこの辺でも全然。まあ、そうですよね、ピンストって結構こう合わせていったりとか。そうですね。すごいな。もうお任せで、次はこれぐらいの気が。いや、かっこいいな。タトゥーみたいな感じでどんどん増やしていくっていう。金額と相談して。これマフラーはどこなんですか。どこだったかな、なんか安いボアアップのマフラーです。羽なしで、はい、いいっすね、かっこいい。サプライズで、これ純正を、純正調 の、はい、あのフェンダーレスが高層から出とって買ったんだけど、はい、こんだけ樹脂があるね、こんだけ。あ、だいぶあるっすよね、うん、だいぶあって、はいはい、それをここもここまで出とったのかな、はい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 、それをカット、カットしたんですか。うん、全部カットしちゃった。カットしちゃった。でもめっちゃスッキリしてますね。そう、カットしちゃった。大阪の時は全然気づかなかった。ここのボルトも今、はい、ベータチタニウムで頼んだ、はい、ベータチタニウムでえ、じゃあ 色変わるってことですか。ちゃんとね、はい、一緒のベータチタニウム。ああ、これ全部、ここはね全部もうパーティーアップさ。あ、バ PK7、 はい、はい、あ、これ PK7 の。そう、これ PK7。 またえのつけてますね、ほんま。で、これは上昇さんの、はい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 、うん、まあ焼きチタン風で、ね、ムラムラなんすけど、はい、でもそこも言うたらまだそうベータチタニウムに変えられるんですか。そうだね、このボルトに手出したのも、はい、豊かチャンネルの車両紹介で、はい、あの人
あのチェッカーフラッグだった人、チェッカーフラッグで臨空の時にまた塗装し直して、あレイさん、レイさん、そう、はいはい、レイさん、レイさんの影響で、レイさんの影響でよし俺もボルトなぶるぞ。いやもうこれもうまあもうレイさん喜ぶわ。ほんまそう、レイさんの車両もリンクで初めて生で見て、はい、やっぱすごいなと思って。そうですね、全部あの人もあの変えられてますもんね。だからちょっとねボルトにこだわりすぎて、そうヒントをねたくさんレイさんの車両からねもらって、いやレイさん喜ぶなこれほんまに。でっていうかもう上昇のシートといい上昇のステッカーといい、もう上昇大好きっすねほんまに。もう藤蘭さんのインスタもいつもコメント送ってるあの怪我して帰ってきた時も、はい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 、とりあえず安静してから、はい、あの活動してくださいねと送ったら、はい、大丈夫ですよって送ってくれて、いや藤永さんも喜びますよ。でこの前あれですもんね、成人君と。そうですね、へえ、いやもう見てくださいこれ、もう顔面上昇上昇だらけやんほんまに。おわ上昇大好き。いやでも豊かチャンネル大好き。いやほんまにねこの豊かチャンネルのステッカーもねほんま綺麗に貼ってもらって、いや名古屋にほんま遊びに来た回がありますもんね。おわでこれ言うたらあれですよね、同じ仲間の同じ仲間のね黄色の4型。これヘッドライト、ヘッドライトはカバーですか？ヘッドライトカバーでこの真ん中をね全部黒で統一されててすごいな。でもこのピンストがもうすごいっすもんねマジで。ちょっとセクシー。いや本当にね、あのセクシー女性、めちゃ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 綺麗にねピンストのラインが効いてるんですよ。すごいな。もう走りを重視された仕様になってるんですよね。お気に入りのポイントはやっぱピンストの良さはどこですか？この一発勝負の手書きですかね。失敗できないっていうところが好きなんですよね。これ一発で、すごいな。そうですよね、言うたらピンストってやっぱそのまま書かれますもんね。そうですね、筆で書いてるんで。すごいな。それが好きなんですよね。言うたらその時のその書かれる方のそのイメージとかによって全然変わってきますもんね。はい、書く人によってやっぱデザインが全部違うんで。はいはいはい。いやすごいよな、でもかっこいいよね。ラインがね綺麗だよ。いやラインがねこの曲線的なラインがやっぱりそのちょっとエロさもありますし。女性の体の柔らかさを感じるよね。いやで自分は絶対できないんで、これはもうプロの仕事なんで、はいはい、こういうのがやっぱ好きなんですよね。いやかっこいいっすよねマジで。ほらピンストちょっと流行りそうっすもんね。いや僕もやりたい、ね、かっこいいっすよね。やりたい、なんか新しいって感じしますほんまに。このライン綺麗ね、めちゃめちゃ綺麗っすよねこのラインがね。綺麗、ね、かっこいいわ。すごいやん、手書きで綺麗なライン。そうそう、手書きっていうのがねやっぱり、そう手書きっていうのが、その人のやっぱその業者さんの思いとかもありますしね。みんなデザインが違う。自分はもうこれフルお任せなんで。いやお任せでもここまで綺麗にねやっぱライン出てたらかっこいいっすよね。いいな、もう自分だけいいな。いいな、全然紹介しますけど。そうもやってる人たちが、すごいな。アメリカの文化。ちょっとこれはもう名古屋の人、名古屋の人基本エロい。エロい。で、あのこれね黄色のねこのリムステッカーもね細めで入れられてて、タイヤすごいことなってるな、ツルツルやん。まあ攻めすぎですよマジで。でこのタンバースね。バーも自作なんですよね。そうですね、すごいな。これフレームに直付け、直付けです。直付けで加工されてるんですか？はい、すごいな。でもう焼きチタン風にこうなってますもんね。そうですね、すごいな。でタンクの方も紫に塗られてて、はい、で豊かチャンネルステッカーね貼って、これめちゃめちゃ嬉しい。名古屋でここに貼ってくれてる人がおるっていうのがもうほんまに嬉しい。すごいな。
いやめっちゃ嬉しいですよ。やっぱ羽がな、羽つけるんじゃなくてもう羽なしで。そうですね、羽はちょっと自分はいらない。あ、軽量化、走る系スタイル、軽量化走る系です。でテールランプの方とかもね、もうブラック、これブラックのカバーですか。はい、それもカバーです。ねえ、すごいな。この真ん中のラインをこう艶消しのブラックにされてるっていうところがおしゃれですよね。ほんまにすごいことなってんな。ねえ、今日はちょっとね、愛知県のねシグナスね、ちょっとこう撮影に来たんですけども、いやでもかっこいい荷台ですよね。まあ松田さんはね、なんか愛知県在住っていうか、もうしょっちゅう最近会ってるんでなんかそんなに、なんかなんかもうそんなに、なんていうんですか、違和感はなくなってきたんですけど、松田さんのもまあ変わりましたよね、ほんまに。てかほんましょっちゅう、もう1週間に1回会ってんちゃうかな、ほんま。だって先々週ですもんね。先々週会って、ほんまに。でその間ずっと電話で喋っとるから。いやもうほんまにね、もうなんか本当にあんまり遠く来たっていう感じが松田さんと会うと感じないのがね。もう、まあ、ゆうたか君の第二のふるさとっていう。第二のふるさとやめてよほんまに。いやでもね、愛知県ね、まあ、今後ちょっと愛知県の方でもね、ミーティングの方ちょっと、ね、まあ松田さん筆頭にこの荷台でね、ちょっとまあ愛知県でもね、そのシグナス集まればと思って、まあ、10月ですよね。10月にちょっとなんとか遊びに来れたら。そうですね、できれば、はい、とりあえず今この2台筆頭で、はい、どんどん仲間増やしたいなと思ってるんで、はい、まあ、今あれですよ、2台ですけども、まあ一応そのまあちょっと今日来れなかった、来れなかった、はい、メンバーとか、まあ、今後ちょっと集め、ね、ね、いらっしゃるっていうことなんで、ちょっとね、今後とも付き合いの方よろしくお願いします。ぜひ皆さん、はい、応援よろしくお願いします。はい、じゃあ松田さん、ちょっといつもやってもらいましょうか。はい、はい、ね、終わり。チームバックの方がいいですか。はい。いや、一緒に行こうよ。いや、もうめっちゃ恥ずかしがってる。めっちゃ恥ずかしがってますやん、もう。ね、せっかくなんでどうですか、ね。ご視聴いただきありがとうございました。はい。はい。それでは皆さん、ご一緒に。スクーター、なめんなよ。またねー。ありがとうございます。ありがとうございました。もらってこれ。めっちゃ恥ずかしい。どうですか、その名前豊かは。え、なんかもういつも動画で見てるからなんか変わらない。変わらん。変わらん。すごいね。いい人かどうかちょっと分かんないですけど、マジで。全然話しやすいですよ、自分から。お前ですか、はい、もうありがたいですね。そうだから、ね、名前はでも全然すぐ受け入れる。うん、溶け込める。溶け込める。うん、基本なんやって、あ、はい、地方の人選ばんよね。スーツにウェルカムで、そうですね、まあ、僕も愛知県の方結構知り合いいますけど、やっぱあったかい人多いですよね、ほんまに。うわ、いやね、まあ、若い子たちが集まると人見知りが、あ、そうですね、はい、なかなか話してくれない。なかなか、そう、名古屋ね、人見知り多いな、うん、あ、買いかくっていくのがなかなか大変ですね、今。そのシグナスの子たちも若いんで、はいはい、そうだね、そう、確かに、この前もなかなか話しかけてこなかったですけど、まあ、でも率先的にやっぱりね、話しかけていかれてるっていう姿は僕は全然いいと思うんで、僕みたいにちょっとトンチンカンなキャラがおるだけで大丈夫。トンチンカンなキャラ自分で言っちゃったらダメでしょ。そうそうそう、まあまあ名古屋でもね、ちょっと豊かチャンネル、まあまあそのね、え、まあ、知ってくれてる方がいらっしゃるっていうだけでね、もうめちゃめちゃ嬉しいんで、はい、まあこれ撮ってるんでね、はい、ありがとうございました。撮ってんの？撮ってます。はい、撮って、はい、これもちょっとね、はい、これ使わさせてもらうんで、はい、撮っとったんかい。そうそうそう、
田さん、ありがとうございました。ありがとうございます、はい、また遊んでください。またよろしくお願いします、はい、お願いします。